士がライトを使うと言ったら、ペンライトで対向反射や動向計を見たり、咽頭を見たりすることがあります。そして、病棟勤務だと夜勤がありますので、照明としてのライトが必要になってきますが、皆さんは検査用も夜勤用も同じライトを使っていますか？私の周りでは、別々のライトを使っている人が多いです。対向反射を見るには、残留面でも明るいくらいです。それなのに、今の LED ライトは明るさを競っているらしく、100ルーメンとか200ルーメンとかで、検査にはとても使えません。一般的には、動向ゲージがプリントされた1000円くらいのペンライトを持っていると思いますが、私はこれは二度と買いません。新人の時に買いましたが、1ヶ月で壊れました。また、ムンヘとかでしたら必需品ですが、うちの内科病棟はまず使いません。必要な時は病棟の共有のを使う状態です。しかし、持っていないのも何なので、医師が愛用しているペンを購入してみました。特徴は色の再現性です。LED に日本のメーカー、日亜の製品を使っています。医療や研究のプロも推薦する、高炎色性、RA93 が、この LED の特徴ですが、見た感じ、ちょっと電球色に似ています。色や物の見え方については後ほど解説します。本体の色はシルバーの他にピンクやブラックがあります。シルバーの価格は2400円程度で5年保証です。 Amazon のタイムセールで購入すると1500円くらいで購入できると思います。また 1.5 ルーメンの出力ができるため対向反射を見るのに適しています。光に関しては均一の光ではなく中心部に光が多いです。境界部分は緑色っぽいですが、これはライトの縁にある蛍光塗料のせいで、ライトを消した直後はほんのりと光ります。本体に動向ゲージはプリントされていませんが、付属としてジャパンコーマスケールや動向ゲージが印刷されたものがついていて、医療者向けの商品だということがわかります。スイッチは5万回の耐久テストに合格しています。LED ライトは LED が切れて壊れるのではなく、スイッチ部分が壊れて寿命となることが多いため、スイッチの耐久は重要です。白いものは光を拡散させるもので、シリコン製です。柔らかいです。蛍光剤が含まれていて夜間光ります。質感も1000円の1ヶ月くらいで壊れるライトとは違っていいです。医師に好評なのもわかります。昔ながらの大きめのライトだと、立たせて天井に光を反射させ、間接照明として使う方がいますが、急変とかで室内の照明をつけたりすると存在を忘れて、ナースステーションに戻ってきてから、あれ、懐中電灯どこだっけ？と探し回る人もいます。また、懐中電灯をオーバーテーブルとか、消灯台に乗せる人が多いと思いますが、考えてみれば、いろんな患者さんを回って、菌を媒介するリスクがありませんか？なので私は不用意に物を患者さんのところに置きませんし、この大きめの懐中電灯は使いません。夜勤では両手が使えるライトが便利なのですが、調べてみるとちょっと人前で使うのをためらう商品や、結局手を使うものとかで100点のものがないのが現状です。両手が使える首掛けの商品がいくつかありますが、点滴し入部のチェックや自分の背よりも高い位置にある輸液バッグのチェックをするためには、やはり手で照らすことになります。また首掛けタイプだと、下手をすると寝ている患者さんの顔を直に照らしている時があります。なので
結局私は手で持つタイプのライトに落ち着いてしまっています。またサイズは単4電池を1本利用するタイプが一番手に合います。私は明るさや照射範囲を小指で調節するのですが、スイッチに親指が届くこのサイズが電源のオンオフも楽にできて最も使いやすいです。それに今使っているのは金属製の4色ボールペンと同じくらいの重さで、本体だけだとおもちゃかと思うほど軽いです。クリップがついているので胸ポケットにつけて白衣に反射させても使えます。本体が軽量ですのでクリップが弱くて落ちるということも経験したことがありません。電圧を安定させる回路が入っているため電池の残りが少なくなっても安定して光ります。その代わり暗いかなと気がついた時には5分もしないうちに点滅し始めたり消えることがあります。急に電池が切れても単4電池はパルスオキシメーターでよく使われる電池ですので、皆さんの病棟にも置いているのではないでしょうか。 LED のタイプは日夜の色の再現性がいい 4000K のタイプと一般的な 6500K のタイプがありますが、私は両方持っています。病室の照明は電球色ですし、心理的に電球色は温かみを感じさせるので、メインでは 4000K の方を使いますが、電球色だと黄色系は見えにくい場合があります。病室の照明とナースステーションの照明では同じ横断の患者さんでも色の見え方が全然違いますよね。ナースステーションの白い蛍光灯の方が黄色いのがはっきりわかります。さらにパソコンの液晶は青白いので、電カルを見た直後は 4000K のライトだと黄色っぽく見えてしまうんです。なので 6500K のライトも一応持ち歩いています。また付属のディフューザーを使い光量を落として対光反射で使えるかやってみましたが、十分使えました。薄いガーゼや紙を使ったりライトの距離を離しても光量を落とせますので、先ほど紹介した検査用のペンライトはほぼ使っていません。 LED ライトは人間の目の残像を利用し高速に点滅させて消灯している時間を設け、電力消費を節約していますが、物によっては動くものがちらついて見えることがあります。しかしこのライトはちらつきを感じませんので合格です。ということで長々話してきましたが、私はこの軽く色の再現性がいい 4000K LED ライト1本で 95% 以上カバーできています。なのでこれが今のところベストです。ただ気に入らない点があります。このメーカーのライトはスイッチをカチッと音が鳴るまで押さないと点灯しません。スイッチを半押しして点灯するタイプだと音もなく点灯させることができるので、寝ている患者さんのそばでもオンオフできるのですが、夜の静かな病室ではこのスイッチ音は結構大きいのです。そこだけがマイナスポイントです。まあライトをつけっぱなしのナースもいますから、こんなことを気にするのは私だけなのかもしれません。先ほどからケルビンという言葉を使っていますが、色温度とか聞いたことはありますか？カメラをやっている方なら、ホワイトバランスの設定でケルビンという色温度の単位を設定できることをご存知かと思います。ろうそくの明かりや昔ながらの電球でものを見ると、オレンジ、もしくは黄色く見えますね。ろうそくは2000ケルビン、電球色は3000ケルビン。色温度が違ってくると、見え方が変わってくるのです。一般的に商品を撮影するときには自然な色で映さなければならないので、太陽光の 5500K を使うことが多いです。パソコンやスマホの液晶ディスプレイは 6500K、 日本のテレビは 9300K を標準としています。天体観測が趣味の方は気がついたと思いますが、恒星の温度が低いと赤、高いと青白く見えますが、それです。日本のテレビは 9300K という高い値なので、日本人は青白っぽくないと白を白に感じません。ただ人には色順応があるため、次第に黄色っぽいとか青っぽいとかを感じなくなります。電球色の部屋に長時間いるとそれほど黄色を感じなくなるはずです。
そして LED の明かりも様々なタイプが売られていて、黄色っぽく見えるものから青白く見えるものがあります。この写真は太陽光で照らし、カメラの設定を 5500K で固定しています。コンピューターで色の補正をしてもほとんど変化がありません。アローゼンの色を見ると病棟に置いてあるものと明るさは違いますが、色相はそんなに変わらないことがわかるのではないでしょうか。つまりほぼ正しく色を記録できています。ただ注意していただきたいのは、皆さんが見ているディスプレイの設定が正しいかどうかはわからないので、本物と 100% 同じには見えていないという点です。パソコンやスマホのディスプレイはだいたい 6500K なので、本物よりも青が入っているはずです。それにメガネをかけているとしたら、レンズによっても色は変わって見えてきます。ですので、今皆さんが見ている色が本物と 100% 同じではないということを頭の中に入れておいてください。これが標準の太陽光で照らした色です。これから LED ライトで照らした写真を表示します。私たちは発赤や黄疸、尿の色などを見ることが多いので、赤や黄色、肌色系に注目してください。医師に人気の検査用のペンライトは 4000K なので、全体的にやや黄色っぽく見えます。電子カルテを使っているのであれば、パソコンのディスプレイは 6500K で青白っぽいですから、 4000K を見たらより黄色っぽく見えるでしょう。赤や黄色はどう見えますか？色の違いを識別しやすいでしょうか？全体的に黄色っぽく見えますが、アローゼンの色は本物とほぼ変わらなく見えます。やはり色の再現性はいいです。普通の LED ライトは 6500K なので青白いです。補正した画像と切り替えるといかに青白いかがわかりますが、私たちはこちらの青白い色が真っ白に感じます。アローゼンの色を見ると本物とは違って青みがかっているのがわかるのではないでしょうか。こちらの方が綺麗な白に見えても色の再現性は悪いのです。色が変わっていますが、どちらが見やすいでしょうか？検査用の 4000K のペンライトと青白い 6500K のペンライト、どちらが色の違いを判別できそうですか？一般的に青白い方が物がはっきり見えます。そして青白い LED の方が明るいです。ただし色合いはずれます。人それぞれ色の見え方、感じ方は違ってきますので、自分の目で見やすい方、色の違いが判別しやすい方を選んでください。その病院、その病棟で決まりがあるのであれば、そちらに合わせてください。ここから話すことは、私の考えに過ぎません。大体、看護師は、ナースリーとか、アンファミエとかで買う人が多いのですが、アマゾンには、電池が何時間持つとか、色温度とか、口コミなどの情報量が多く、参考になります。そのため、私はアマゾンで選んで、価格 .com で最も安いところを探して買ってしまいますが、先輩とコミュニケーションを取る上では、病棟にあるカタログを先輩のところに持って行って、どれがいいですか？なんて聞くのが世当たり上手かと思います。ライトなんて何でもいい。光ればいいんだよと軽くあしらわれたら、これから話すことをご参考にどうぞ。今まで話してきたように、検査用と夜勤用とは別の方がいいです。検査用は一番初めに紹介した医師に人気の日夜製の LED を搭載したペンライトでいいと思います。見た目もかっこよくて、これを使っていたらできる看護師に見えそうです。ペン本体に瞳孔の大きさがプリントされていませんが、新人さんはだいたい看護便利帳みたいな小さなバインダーっぽいやつをポケットに入れてますので、そこに瞳孔ゲージや蒸気が載っているはずです。普段はメガネで、病棟ではコンタクトレンズを使っている人は、物の大きさが変わって見えてくるので、その場合は毎回瞳孔ゲージを使う方がいいかもしれませんが、何ミリかなんて普通、瞳孔ゲージを見なくてもすぐにわかるようになりますし、几帳面な人は定規を使って測定している人もいますし、瞳孔ゲージのプリントなんて必要ないと思います。
夜勤用のライトですが、明るいのはいりません。100ルーメンなんて光を病棟で放ったら、先輩や患者さんに叱られます。体調が優れずに眠っている患者さんの病室は、最低限の明かりで回るのが基本です。患者さんの寝息が聞こえないし、生きている気配が感じ取れない場合は、薄い光を患者さんの胸あたりに当てて布団が動いているか見たり、患者さんの目を避けて顔色を照らして確認したり、光を壁などに反射させ、柔らかくして確認したりします。4人部屋とかではカーテンで仕切られていますが、カーテンの上は火災発生時、スプリンクラーの水が届くように格子状になっていますよね。ライトを天井に当てると、結構カーテンの上部から光が見えて、隣のベッドの方がその光を気にしてしまうことがあるので、私は天井にはあまり照射しません。また、明るすぎると暗いところが見えなくなってしまうので、ライトは暗めの光が出せるものを選びましょう。ルーメンで言ったら5ルーメン以下です。処置をするときには20ルーメンくらいあったらできます。それ以上なら部屋の照明をつけると思います。価格は2000円くらいで、単4で動作する軽いライトがいいと思います。中には4000円を超えるようなやつもありますが、もし間違えてポータブルトイレとかに落下した場合、洗って使い続けますか？ショックが大きいので、あまり高額なものは避けましょう。落ちないようにリールをつける方法もありますが、引っ張られるので使いづらくなります。私は防災用品として右ポケットにライトやコンパス、笛を入れていますが、これは落ちないようにリールを使っています。あまりこのタイプのリールは売っていないのですが、ロックがかかるので伸ばしても引っ張られ続けることがありません。ボタンを押すと初めて巻き戻されます。これの小さいバージョンがあって、胸ポケットなどに取り付けられればいいのですが、今のところいいやつを見つけられません。とにかく、LED ライトは落とさないようにしましょう。もし、ポータブルトイレに落としても防水ですから壊れませんが、3回くらい魂を込めて洗ったとしても、使い続けるのには抵抗がありそうです。それと、単3電池のライトだと、高速に点滅するフラッシュ機能がついたライトがありますが、病棟で使うことなんてありません。間違えて強烈な光で点滅なんてされたら迷惑ですので、そんな機能がついているライトは選ばない方がいいです。小さい LED ペンライトの使い方ですが、室内灯をつけずにおむつ交換などをする際は、胸ポケットにライトを挿して使います。看護師によっては照明をつける人もいますので、そこは先輩に合わせてください。ビニールエプロンを使う病棟だと、ビニールで明かりが拡散されて、柔らかい明るさになります。白衣だと、白に反射して柔らかい明かりが放たれます。クリップボードを使う場合は、このように使えば、普通に書けます。ライトを人差し指と親指の間に挟んで、点滴バッグも普通に点滴台にかけられます。ただ、点滴バッグを交換する際、ビンシンを抜き差しするときには、ライトが針先に触れて不潔にしてはならないので、ライトを脇に挟むか、ポケットに挿して作業をしています。同じライトを2つ購入して、片方からクリップを取り、逆にもつければ、胸ポケットに挿すときに上向きにも下向きにもできます。